いどうも KD の D はディズニーの D、 KD チャンネルの K です。今日は土曜日のねディズニーシーンに来ております。土曜日お休みでした。あのね、タワーオブテラーとセンターオブジャスがね止まってるんだよね、休止中で。この期間でねランドの方が最近混んでるので、スターライトパスポートでアトラクション全部乗れるかってちょっとねやっていこうと思います。見た感じ歩きやすそうだね。もうイースター終わっちゃうね。今に110分ぐらいかな。土曜日しか空いてるかな。まず1枚目ファストパス、マジックランプシアター発見しました。3時12分に発見してるからお戻りが早いので50分にまた発見できます。でも残ってるのはマーメイドラグシアターだけです。まず1つ目がキャラバンカルーセルです。今回ね2回選んでみました。景色がすごいですね。キャラバンカルーセル乗ってきてもう10分経っちゃいました。今からあの日没で終わっちゃうアトラクションに乗ってこようと思います。レオナルドチャレンジやっていきます。ミスターのレオナルドチャレンジですね。でこれは A の場所、スタート地点から行ってゴールを目指すものなんだけど、スタート地点が船だからあっちですね。簡単に言うとこれってスタート地点がここで、スタートがねクレーン下ってなってて、多分ねこれなんだよね。でこれの3回回したのに行けばいいんだと思うんだよね。1回、2回、3回。ここかな。2回回れてるのは K だね。人手が光ったか。今これレオナルドチャレンジ終わってクランプシアターへ向かってるんだけど、それ乗ったらね、また空いてるアトラクションからどんどん乗っていこうかなと思います。偉大なるマジシャンシャバーン、初めてのワンマンショー、はいどうもマント、はい、あっ、ヒゲ引っ掛けて出て出て二人、君も、もちろん、おしゃべりの君もね。では、シンドバット宝石や今17時なんだけど4つぐらいしか乗れてないんだよね。意外と舐めてたかもしれない。ちょっとねレイジングとインディーはシングルライダー考えていこうと思います。とりあえずレイジングスピリッツはシングルライダーでいこうと思います。こっちがスタンバイでシングルライダーで相席、左はファストパスですね。今11時4分なんだけど少し並んでるかな。5時17分で約13分待ちかな。15分じゃじゃん、ティポトルタ買ってみました。360円で10分ぐらいの待ち時間だったかな。とりあえずいただきます。ホットチョコパイみたいな感じだね。見てみて。そろそろねクールティボトルタになるからね食べ納めかなと思って食べました。7時36分なんだけどシーライダーの回転率ね良さそうだから並んでみようと思います。6時20分だから約25たすの45分ぐらい。マーメイドラグーンシアター15分、10分待ちみたいです。皆さんで何名様ですか。1名様。マーメイドラグーンシアター10分待ちみたいです。限りまして東京ディズニーシーの中のアトラクションお一つを短い待ち時間でご利用いただけるチケットとなっております。ワイアトラクションが記載されております。はい、ということでマーメイドラグンシアター乗れなかったです。優先入場券、今日だけのディズニーシーの優先入場なんだけど、マニとかインディーとかレイジングとか人気アトラクションのファストパス使えないんだよね。使ってタートルトークじゃない。フライングカーペット10分待ちです。インディージョンシングルライダーにしてみました。もし変わったら誰も並べないんじゃないかなと予想してます。19時50分今ね、3本目の橋渡ってるんだけど結構ライトが綺麗だ。ミゲルズがやってたらさチキンが食べたいんだよね。
まあ、チキンがね食べれたら食べようと思います。ヒーライダー15分待ち、閉まったね、時間を間違えちゃったね。やっぱり夜がいいね、ファンタクリックやってるっていうのもあるだろうね。アクアトピア5分待ち、やっぱり夜は少ない、遠い間に以外。あのね、今アクアトピアに、ね、乗ってきたんだけど、キャストさんがすごい雨で空いてた日来てましたよねって言ってて、あ、そうですって言いながら、もう覚えててもらったって思ってすごい嬉しかったです。エントリックレールも10分待ち、ニューヨークへの旅をお楽しみください。80分、閉園時間来ちゃうけど並ぼっかな。これから80分、なので閉園かな。9時52分、はい、ということで問い間に乗ってきました。もう閉園時間でございます。10時3分でした。帰りましょうね。さすがに静かですね。ということでまた喋りながら帰ろうと思います。あ、でもスターライトパスポートでもう俺マーメイドラグーンシアターがね止まった時点でねもう諦めたんだよね、若干。でもスターライトパスポート、まあスターライトパスポートにしては何個乗ったかは数えてないんだけど、かなり楽しめました。マーメイドラグーンとタートルトークとアメフロはあんまり回ってないけど、全然これだったら5000いくらでもありだと僕思います。最後トイマに並んでたけど、このニューヨークデリとか空いてたのよ。空いててご飯食べながらスタンバイしてもいいかなって思ったんだけど、もうパンばっかりだからさ、パークのメニュー俺米が食べたくて、もう今回夜ご飯なしでさせていただきました。この優先券みたいな超レアなやつはちょっとね使ってないんだけど、あの大切に記念で持っとこうと思います。それではパークの風景乗せつつね終わりましょうか。までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下の高評価ボタンという方はチャンネル登録のボタンお願いいたします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるのでよかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下のチャンネル登録のボタンご登録お願いします。よかったら他の動画もアップロードしてますのでご視聴ください。それではバイバーイ。